小関山駅は広島県三好市三次町1770番地にかつて設置されていた西日本旅客鉄道三高線の駅である。三重線は米子市社浜田鉄道部が管轄していたが、隣の駅かつ三高線の終着である三次駅の構内のみ広島支社三次鉄道部の管轄であるため、浜田鉄道部管内としては広島県内では最南端の駅であった。 三越線の廃止に伴い、2018年4月1日に廃駅となった。三重方面に向かって、左側に短式一面一線のホームを有する地上駅であった。駅舎があったが、ホーム上に待合室等はなかった。ホームは、島式一面二線に対応した形態となっており、停車する列車のほとんどは一両編成であったが、それに比べてかなり長いものであった。 前述のように廃止時は浜田鉄道部が管理する無人駅であった。かつては駅舎内に窓口があり、切符を販売していたが、その後無人化されて窓口があった場所には板が貼り付けられた。また、駅舎内からのトイレへの入り口も閉鎖されており、外からのミトイレに入ることができた。以前は駅前の商店で乗車券を取り扱う。 簡易委託駅であったが、2010年7月をもって、簡易委託は廃止された。なお、当駅には、自動券売機等の設備はなかった。駅周辺は、三次市発足前の旧二見郡三次町の中心部。初代三次駅及び現在の三次駅は、旧東下市町内に存在しており、当駅が旧三次町内にある唯一の駅であった。 1>, 1日平均の乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。